皆さんこんにちは。えっ、ー、と広島大学大学院医科学研究科学部は医学部で解剖学を教えています。池上と申します。今日はよろしくお願いします。ではえっ、ー、と今日の授業になりますが、えー、ここにありますように、私解剖学を教えていますので、人体解剖学の中で、えー、その体の中の で働たらくまあ毛というものについて今日はお話をしたいと思います。でまあ皆さんあの毛というふうに聞きますとここにあるように髪の毛ですねあるいはこの人のようにこう鼻毛まあそういったような毛をこうイメージするかもしれません。ですが今日お話しする毛というのはそういった毛ではなくてもっと小さな毛になります。 ここにあるようなミクロの毛というものを今日はお話をいたします。では実際にどういったミクロの毛というものが私たちの体の中にあるかというのを見てみましょう。ここにえっと四つの写真を持ってきました。まず左上ですね。あのここのあたりに出ています。 細い毛こういった毛が体内に非常に多く生えていますそれからこちらこれは非常に特徴的でまるでこう櫛のような形になっているこういった毛も私たちの体の中に生えていますそれからこちらまるであのそうめんのようなふうに見えますけどもあのこういった非常に長細い毛が あのいっぱい生えているそういった場所もま私たちの体の中にはあります。それからこのようにあの歯ブラシのようなブラシのような形で一箇所にこうまとまっているような毛まそういったものがあの生えている場所というものもあります。で今ここであのミクロの絵でふうに描きました。じゃどれぐらいここここにあるような毛があの大きさなのかということをちょっとこう出していきます。例えば一つ目ですね。 こちら太さがだいたい0.1マイクロメートルえっ、ー、と1ミリの1万分の1の太さです当然目では見えません長さが1から2マイクロメートルということで1ミリのちょうど千分の1ぐらいのまあ長さということでやはりこれも目で見ることはできませんこちらの櫛のような毛ですこれはだいたい太さがやはり0.2マイクロメートルそして長さが まあ十から五十マイクロメートルということで、まあ少しこちらよりも長い長さというふうになっています。左下のこの毛に行きますと、これ太さやはり零点二マイクロメートルより少し細いぐらい、そして長さは数十マイクロメートル、まあ低く長いような毛となっています。で最後のこちらの毛になりますが、こちらは 太さが0.2から0.3マイクロメートル、そして長さが5から10マイクロメートルといったような形をした毛になります。で今日の授業内容になりますが、えっ、ー、と主に3つ今日お話をします。まず1つ目、まあ、先ほど写真で出しましたようにこの体の中にはどんなミクロの毛があるのかということです。それから そういったミクロの毛たちがまあどういう働きをしているのかということをご紹介をします。そしてまあそれらを紹介しながらそのミクロの毛の調子がまあ悪くなるあるいは毛がまあ壊れてしまうそういったときにまあどういうまあ悪いことあるいは困ることがあるかということをこうお話をしたいと思います。はいまた先ほどの写真に戻りました。 まあこういった形であの私たちの体の中にはまあ形もそれから働きもさまざまなミクロのの毛というものがありますでは早速まあこれらのまあいろんな毛ですねミクロの毛についてまあ体のどこで何をしているのかについてまあ順番に見ていきたいと思います。今日この授業ではではすね あのまあ、通常解剖学ですと物からそのある毛というものからこうお話をするんですが、まあ、皆さんの普段の暮らしの中であのそれぞれの毛がどう働いているかというふうに紹介したいと思いますので皆さんの暮らしの場面からこうお話をしていきたいと思いますまず一つ目ですねあの皆さんも毎日朝昼夜とまあ、飲んだり食べたりしていると思いますまあ、人は必ず飲んだり食べたりして 暮らしています。生きるために大事なことです。まあ、えー、ジュースを飲んだり、パンを食べたりまあ、コーヒーを飲んだり、ケーキを食べたりするわけです。で、こういった食べたもの飲んだものというのは当然、まあ、私たち体のまあ、一部になっていくわけです。で、実際にまあ、その食べたものですね。水とかあるいは食べた。栄養素っていうのはどうやって体内にまあ、入っていくということがこう。大事になってくるわけです。 そこで大事なキーワードとしてよく皆さんも聞いたことがあるかもしれません消化ですね先ほどのパンとかお肉とか野菜こういったものを口でもぐもぐと噛んでそして飲み込むと飲み込んだ後お腹の中で消化をされますで、消化をされますとここにあるようなまあ、糖ですね小さな糖あるいはアミノ酸という物質それが脂肪あるいはビタミンといった小さな小さな粒になってそれが 私たちの体の中に吸収されるという風になっていきます。このようにま吸収されると、この吸収というところが非常に大事になります。でまあ、皆さん吸収と言いますと、あの例えばあの机の上でお茶をこぼしてしまったというときに、タオルとかあのティッシュペーパーで拭きますね。あれがまさに吸収です。同じような形で私たちの体の中というのも、ここにあるような水とか、こういった栄養というものを吸収をします。 さて吸収するには何が必要かということになります。これがまさにお腹の中の、えー、漫画になります。実際もう少しは複雑なんですが、今日はあの簡単にするためにこういった簡単な漫画を持ってきました。まあ、食べたものが喉を通ってお腹に入って、ここにあるのがまあ胃ですね。胃というところで消化をされます。その後にここの部分、ちょっと拡大して、まあ、非常に単純、 な、絵にして書いてありますが、まあ、小腸という場所に来て、ここで、吸収をされます。これは管です。で、この管の小腸という、この管を少しこう開いてやりますと、中が。こういう形になっています。こう、結構小さな毛が生えてますね。で、これ、あの、絨毯みたいに、非常にこう。ふさふさっとした毛になっています。実際に絨毛というふうな毛。 しかしこれはまだミクロの毛ではなくて実際目でで見えるような毛ですでこの一本一本その絨毯のあの生地のようなこの上の毛をもう少し大きくして見てやるとこういうふうに見えます。でこの一本一本のこの絨毯の毛をさらに拡大して見てやると先ほど最初にあったこれです。こういった形の毛が表面に生えています。 で、これもっと拡大するとこんな風に見えます。で、これこの小腸の中の表面にびっしり、こういった細かい細かい毛が生えています。で、これ名前をですね。微絨毛と言います。これ銃はまさに絨毯の1の字ですね。絨毯のような毛さらにそれが非常に小さな毛ということで、微絨毛という名前がついています。 でこのビ微重もこれ先ほど書きましたが大きさ、太さがだいたい0.1マイクロメートル。この今この一本一本がちょうど0.1マイクロメートルぐらいの太さになっています。で長さが1から2マイクロメートル。という非常に本当に小さな小さな毛です。顕微鏡で見ないと当然見えないような毛です。でこのようにお腹の中に入ってきた栄養素を吸収するために、 毛を作って、さらにその表面も小さな毛をいっぱい持つことによってお腹の中を広くしています。私たちの生活でも似たようなことを使われています。先ほどその小鳥の中が絨毯のようというふうにお話をしました。これあのニトリさんで売られているあのバスマットですが、これ絨毯みたいですね。で、それぞれにあの目で見えるサイズのこう毛がいっぱい立っています。 でこの毛をもっとよく見ると、その表面がもっと細かい毛がこういっぱい生えています。で、こうすることでものすごく表面が広くなっています。その結果、水が非常によく染み込むと、吸水しやすいということで、先ほどの吸収ということとつながってきます。つまり私たちの体というのは、この非常にそんなに大きくないこのお腹の中に、こういった形で毛を作り、その表面にさらに細かい毛を並べるということで、 水とか栄養を非常に吸収しやすい工夫がされていますそれがこの微重毛という構造になりますじゃあどれぐらい広いかということを少し見てみましょう実際お腹の中のこの小腸の中の表面の広さというのはだいたいこれぐらいの広さになりますテニスコート1枚分ですね200平方メートルぐらいの広さの表面があってそれを あのような小さな毛にすることでこのお腹の中に収まっているという収めることができるとそしてこの広い面を使って食べた食べ物それから飲んだ飲み物をの栄養を吸収をするという効率よく吸収するというそのために小さな毛が使われているというふうになっています。これはは一つ目の毛の毛お話になります次は皆さん普段音楽 それから人の声あるいは鳥の声そういったものを聞いたりすると思いますさてでは音はどうやって聞こえるなぜ聞こえるかということを少し考えてみたいと思います当然皆さんご存知のようにこう耳で聞いていますしかし耳とは言ってもこの耳で聞いているわけではなくこの耳の穴の中ですね穴の中の奥にある構造で聞いているわけです さて、音ですが、音って何かと言いますと、実際音というのは振動です。これは例えば、太鼓を思い浮かべてもらうとわかると思いますが、太鼓をドンと叩くと、その太鼓の裏側の面がビリビリと震えます。あるいはこうギターを弾く人ですと、ギターの弦をボロンと弾きますと、ギターの弦がブルブルと震えています。音というのは、物が震えている、その振動というものが空気中を伝わって、 いるという、それを私たちはこう耳で聞いているというふうになるわけです。じゃあもう少しその解剖学的にま耳の構造を見ていきたいと思います。まあ音ですね、音、空気の振動が耳、これはあの実際耳,耳です、私の耳。で耳の穴ですね、普段耳掃除をする耳の穴、まあ、外耳というふうに言いますが、ここに音,音が入ってきます。そうすると最後にここに鼓膜があります。この鼓膜の部分で この鼓膜がまさに太鼓の叩く面、あるいはその裏の面のように音に音を受けて、この鼓膜がブルブルブルっとこう震えます。鼓膜が震えますと、鼓膜の後ろに中耳というあの中耳炎という病気がありますが、その中耳炎がよく起こるま非常に狭い部屋があります。この中、耳というところに小さな骨があります。あの人体で最も小さな骨なんですが、その骨が同じようにブルブルっと震えます。 その骨が震えた結果、そのさらに奥に内耳というところがあります。で、内耳の中にはここにあるように片積もりのような形をした構造が入っています。でこれ実際漢字片積もりという漢字を書いてありまして、まあカギというふうに呼ぶわけですが、この中この中これトンネルになっていまして、このトンネルの中に液体が入っています。水のような液体が入っています。つまり空気の震えが やってきて鼓膜がブルブルっと震えてその次に骨がブルブルっと震えて最後は内耳の中の液体がブルブルブルっと震えますそうやって外の音が私たちの体の中にこう入ってきますじゃあその振動は何を聞いているかと言いますとまさにこの毛になります先ほどの最初にお示ししましたこの串のような形をした毛ですねこれがこの下牛の 内耳の中の下牛のこの中ですねこのトンネルの中にいっぱい入っていますつまり音が来てこの下牛の中の液体がブルブルっと震えると最後はこの毛がブルブルブルっと震えると震えることによって頭の中であ音が来たんだということがこうわかるわけですこうやって私たち人間は音を聞いていますで、この毛のことをですね名前は不動毛と言います でこの毛の太さ最初にも、えー、書きましたが太さがだいたい0.2マイクロメートルそして長さが10から50マイクロメートルというような長さになっていますこの毛が震えるか震えないかで、まあ、私たち音を、まあ、認識音を聞いているわけですということはこの毛がもしなくなってしまうあるいはこの毛がかなりこう傷んでしまってバラバラになってしまう そういうふうになったりすると当然非常に困ることが起きますその一つがまあ難聴になるわけです、まあ、難聴のすべてがというわけではないんですけどやはり一部の難聴の中にはこういった毛がうまく作られていないあるいは壊れてしまったということでまあ難聴になっているということもありますこれが二つ目の毛になります耳の中ですそれでは三つ目の毛に行きたいと思いますさて私たち普段いっぱい匂いを嗅ぎますここにあるように これはあの匂いを嗅ぐそういう行動というあの一つのあの作動に近いようなものです。そしてこちらはソムリエですね。まあこういったいい匂いを嗅ぐこともありますし、それから非常に臭い嫌な匂いを嗅ぐこともあります。で当然匂いというのは鼻で嗅いでいます。じゃあ一体鼻のどこで嗅いでいるのかと。あの鼻の頭じゃないですね。当然鼻の中です。鼻の中なんですが、鼻の中のどこかということを少し詳しく。 見ていきたいと思います。これ鼻の奥です。これはあの人の頭をですねちょうどこの真ん中でスパッと切って横から見ています。ですのでここがちょうど鼻の頭ですね。鼻の頭があってここにあの上唇があります。でここがあの前歯ですね。でここ口の中です。でここにあの口の喉の奥にぶら下がっているある構造があってでここ鼻の穴です。 こうやって見ていただくと、鼻って非常に広いんですね。上に広いんです。鼻の中から入って、かなり上の方まで行って、最後はあの喉につながっています。このまあ、非常に広い鼻の中で匂いを感じるのは非常に一部の部分です。ここだけです。つまり、鼻の天井です。でこれ、皆さんが例えば、普段あの非常にきつい匂いを嗅いだとき、例えば、わさびがツンとするとか。 あるいはこう吸を吸ってしまって鼻の奥がツンとするっていうときどこがツンとするかというとだいたい皆さんこう目の奥ですねだいたいこの眉間の奥の方がふんっとくるっていうふうにこうあると思いますちょうどここが眉間になりますまさにその位置と一緒で鼻の匂いを嗅えるとこっていうのはこの眉間の奥の鼻の天井部分しかないんですねでそこで匂いを嗅いでいます。 で、この部分をもう少しよく見ますと、こういった形でこの青い細胞これ、あのこれが匂いを嗅ぐ,嗅ぐ細胞です。9。細胞という匂いを嗅ぐためにある細胞があのあ頭からそのまま直接出てきています。で、この匂いを嗅ぐ細胞のその鼻の中にですね。また、ここにこう毛がいっぱい生えています。で、この毛を見たのが、先ほど最初に示した3つ目の写真です。そうめんの写真ですね。 これがいっぱいここの部分に生えています。で、この名前ですが、これ吸線毛と言います。その匂いを嗅ぐための線毛ということで、吸線毛という名前がついています。で、これ太さ、長さというのが先ほど最初に出しました。だいたい0.2マイクロメートルぐらいの太さで、長さが数十マイクロメートル。 そういった非常に細長い毛がびっしりこの部分にこう生えていて、そこで私たちはいろんな匂いを嗅いでいると。でこれなんでこういう細い毛にするかというと、これはあの先ほどお腹の中の話をしました。微絨毛というもので非常にま表面積を広げていると。あれと同じでやはりこう非常に細くすることで面積が増えます。で匂いの物質って非常に空気中この空気の中に本当に少ないんですね。こうわずかしかないんです。非常に少ないものを 非常に効率よく嗅ぐために鼻の中でまこう毛にして非常に感度を上げているというふうに非常に工夫ができています。人間でもこれだけ感度がいいです。で犬がなぜもっといいかというと犬はこの毛が生えている面積非常に広いんですね。かなり鼻の中の広い範囲で毛が生えています。なので彼らは非常にあのもっと人間よりも強く匂いを感じることができるというふうになっています。これが三つ目の毛になります。 で次、えっ、ー、とまあ私たち新しい命がこう生まれてきます、赤ん坊として生まれてきます。でこの新しい命ですね、これがまあできるとき、このときもやはりこう毛が大事ということが分かっています。見ていきましょう。まずですね、赤ちゃんができるまでに必要な毛というものがあります。 これはあのあの中学校高校の保険でおそらく習っていると思いますけども、あの女性のあの体の中には子宮というそのまさに赤ちゃん胎児が成長するところがあってその奥にまあ卵巣という卵子を作っている場所があります。そしてこの卵巣から子宮までつながっている卵管という管があります。で卵子はこの卵巣ですねあの月に一回二十八日に一回 ここの卵巣から出て、この卵管の中に出されます。で、そこに今度男性が男の人の方からこの精子がやってきて、ちょうどこのあたりですね。卵管の中でまあ出会ってまあ受精をして新しい命が生まれます。で、これ実際にあのハツカネズミま、マウスの精子がどんな感じで動くかというのをこう見た動画になります。結構しっかり動くんですね。 でこれ長さがだいたい100マイクロメートルぐらいです0.1ミリぐらいですギリギリ目で見えるか見えないかぐらいの大きさでこの非常,に非常に活発に動いています、まあ、彼らは何してるかっていうと見ての通りこう前に進んでますねこれ泳いでるんです泳ぎますで何で泳ぐかっていうとうここですね実際精子っていうのは10センチから20センチぐらいの非常に長い距離を泳がなければいけないんです だいたい人間で言うと、えっ、ー、と2キロぐらいの遠泳をすると思ってください。海海の中を2キロぐらい泳ぐという感じで、まあ、この小さなものたちが泳いでいきます。泳ぐためには、まあ、人間はバタ足をしたり平泳ぎをします。で、まあ、非常に見た見た感じこう尻尾がこうプルプル動いていますね。ムチのように。で、これもうちょっと拡大しています。でこの尻尾の部分、今ムチと言いました。ムチを打つ形で動いているところ。 から弁毛といいう名前がついていますこれもやはりその非常に大事な毛でこの「弁毛」というこのむち打ちをしているこの毛がもし動かなかったあるいはできなかったら当然この精子というのは泳げませんのでその1 0ンチから2 0ンチの距離を移動できませんということで非常に困ったこととして不妊男性不妊の原因の一つになっていたりします。 非常に大事なこれも毛の一つです。さて、まあ実際こう泳いで行ってめでたく卵子と出会ってまあ受精してまあ受精卵になるとそこから命が始まります。しかし実際私たちの体っていうのは最初一個の一個の細胞一個の卵だったものが私たちの体っていうのは全部で数十兆個ですねの細胞でできています。 で出来上がった体っていうのを見てもらうと左右対称に見えるわけですね。一応真ん中で割りますと右も左も同じようになっています。ですが実際には違うんですね。これお腹の中見てもらうと左右が違っています。例えば最初の話したご飯を消化する胃ですね。この部分この胃は,は私たちの体の左側に寄っています。このあたりにあります。それからここにあるこの 大きい茶色のもの、これ肝臓です。お酒を飲んだ時に非常に疲れてしまう肝臓ですね。肝臓はだいたいこの辺にあります。お腹の右の方にあります。それからここに隠れているこう黄色いやつですね。黄色いもの、これはあの糖尿病とかでよく出てくる膵臓という大事な臓器です。これもやっぱりちょっと左に寄っています。それから小腸はこうぐるぐるしてますが、最後小腸から大腸に行って、そして便を作ります。 で大腸の最初入り口のところに盲腸があります。あのお腹痛くなる盲腸ですね。あれはこう右下にあるわけです。という形で体の中っていうのは実は左右で。違う左右非対称って言います。まあ右と左の区別があるという形をしています。なんでその最初一個卵が。最後は体の中がこう右と左でこう区別がつくのか。というときに。実はここでも。今日の。その。 授業のタイトルにあるミクロの毛というものが非常に大事な働きをしています。これが実際にその体の右と左を決めるときに必要な大事な毛になります。ここにあるこう細い白いものがこういっぱいこう生えています。こういうのですね。でこれはあのまだ体が非常に小さなとき、まだ卵からあのだんだんこう細胞が増えていって2週間ぐらいですかね。 ままだ全然右も左も左決まってないなそもそも体も全然まだ体になってないような頭とお尻が決まったかなぐらいというようなあとお腹と背中が決まったかなぐらいの時非常にまだ小さな時ですまだ本当に目で見えるか見えないかって非常に小さな時期にこういった毛があのお腹側に生えます。こういった形でこれはまた別の方法で毛を緑で光らしてありますがお腹のある一部のところにあのこういう毛が生えます。 でこの毛がですね、実際生えているだけではなくて、先ほどのあの弁毛のように動きます。こんな形でくるくる回るんですね。くるくる回っている。こう生えた生えた上にそこでくるんくるんくるんとこう回ってる。で回ることでこれ回りますと、まあ先ほどのあの弁毛は本人が動いてますが、これは生えているので。 生えている側は動けないわけですけど逆にこの生えている上側のこの水ですね液体の方が流れます結果的に右から左へスーッとこう水の流れができますそれによって最初は体の右と左が分かれてなかったんですが回って水流を作って水の流れを作って右から左へ流れてそして左が決まります そうやって私たちの体っていうのはこの小さな毛が回ることで左右が決まってくるというふうに非常によくできています。ですのでもしこの毛が回らなかったらという問題もあります。そしてこの毛のことを「単線毛」というふうに呼んでいます。あの一一つつですね、あの,一つの線毛という。まあ 本本ずつ、個の細胞に1本しか生えていません。まあ、そういったちょっと特殊な毛が生えていてこれが回ってくれると。でこれが回らないと体の左右がうまく決まりませんのでまああのたまたま普通に左右になる人もいるしうまく決まらなくて左右が反対になる人もいます。それはそれぞは病気ではないんですがあの実際にあの1万人に1人ぐらいの確率であの内臓が全て左右反対になってるっていうような方も あの世の中にはいらっしゃいます。あの病気ではありません。これはあくまであの最初に左右が逆に決まってしまう。専毛が動いていなくて、左右がたまたま入れ替わって、そのまま体が出来上がっていくっていうようなことが起きたりします。じゃ、ここまで全部で4つほど毛を見てきました。で、最後はちょっとこの息について人の息ですね。呼吸。 と。まあ、その毛の関係について、ちょっと詳しくお話をしたいと思います。で私たち普段息をします。まあ、最初にあのご飯を食べるという話をしました。あれもあの人が暮らしていく生きていくために非常に大事な活動です。食べなければすぐに飢えてしまいますし、水を飲まなければ3日か4日しか持ちません。と同じように息も吸います。これも息を吸わなければあの数分しか持ちません。 あの生きるのに非常に大事な活動なわけですね。でまあこの漫画ですと非常に美味しそうに息を吸っています。非常にキラキラした綺麗な空気を多分吸ってるんでしょう。気持ちよそうです。ですがやっぱりこの空気にもいろいろ問題があるわけですね。例えば美味しくても。何が問題かということをこれからちょっとお話をします。これですね。あのエアコンのフィルターです。 まあこれ多分あの1年2年ずっと掃除をしなかったらこうなるんだと思うんですがあのでもこうなるっていうことは普段から自分の家の部屋とかですねあるいは仕事場のエアコンがあるような部屋っていうのはそれなりに何かいっぱい飛んでるってことになりますこ。こつまり空気っていうのはその中にいっぱい微粒子目で見えないちっちゃい粒が飛んでるわけです。今この教室も あの見た目では飛んでいませんけど、ここに例えばこう何かライトを当てるとかすかにこうちらちら見えたりします。それ以外も見えないものもいっぱい飛んでます。でどんなものがあるかって言いますと、ほこりですね。これはギリギリこう見えます。ライトを当てると。それから春先花粉症の人は非常につらいですが、まあ、花粉症の元なら花粉も当然飛んでます。それから最近非常に問題になっている PM2.5 ですね。 これは2.5マイクロメートルのサイズというまあそういう意味ですそういった小さなあの粒がいっぱい飛んでるそしてそれ以外にあの時期によっては黄砂も飛んできますま非常に外もあのうっすらこうあの非常に見通しが悪くなったりします霞んだりしてそれから最近問題になっていますウイルスですね特にあのハシカなどのウイルスは非常に空気中をこう飛びやすくてまあいわゆる空気感染するといった 感じで、まあ空気中をふわふわあの飛んだりします。まあこういった形で、まあ空気中というのは非常にいっぱい小さな粒があるわけです。じゃあどれぐらいあるかっていうことなんですが、結構すごい数字です。この0.1マイクロメートルのサイズの小さな粒ですね。これがだいたい1立方メートル、このちょうど1メートル1メートル1メートルの ちょうどそれぐらいのまあ大きな箱です。その箱の中に100万個です。100万個それぐらいの小さな粒が浮いてます。これこの数字は普通の綺麗にしている部屋での数字です。皆さんが暮らしている普通に綺麗にしている部屋でこれぐらいです。でもっと病院とかあのいわゆる病院でものすごく綺麗にしなきゃいけない部屋とか工場の中で あの精密機械を作るような非常に綺麗な部屋になるとこれが10万とか1万に減ってきますが普通に暮らしていると100万ですし逆に言うと道路のすぐそばとかあのもうすぐ物を動かしてる大きな工場ですねそういうところのとこれがもう一桁増えて1000万個になりますだから普通で100万個と思ってくださいこの教室も多分今100万個ぐらいここにこのこの私のこのいるここだけで100万個ぐらいありますちょっとこの数字を覚えておいてください。 さて、三畳間の写真を持ってきました。三畳間ですね。と畳3枚分の部屋です。で、この部屋にどれぐらい空気があるかということを計算してみたいと思います。三畳間って広さが5.5平方メートルなんですね、大体。で、天井はだいたい日本の普通のホテルとかお家はだいたい高さが2.4メートルになっています。で、これ掛け算しますと13平方 十三立方メートルになります。さっき言ったその一メートル四方の四角の箱がちょうど十三個ぐらいここに入ります。で、この数字ともう一つこちら側に違う数字を出します。これ五百ミリリットル回っていうのはこれはこれで人の呼吸する時の一回の呼吸量です。実は結構少ないんですね。あの自動販売機で売ってるあの五百 CC の あのペットボトボル1本分でですす回に吸って吐くの普段はですもちろん運動すればもっと増えますが普段例えば寝てる時とかあのゆっくり休んで何かしてる時っていうのは大体これぐらいしか1回で息を吸ったり吐いたりしてません。で1分間に大体20回弱20回前後というふうに言われてます。数波数波するのが。でこれを全部掛け算していくとどうなるかっていうと大体1日で大体です大体1日で13 つまり人っていうのは一日にちょうど普通に暮らしていると走ったり何もしな,けれしないでずっとゆっくり暮らしているとちょうど3畳間1部屋分の空気を1日で吸っていることになりますつまり先ほどの1個前のスライドを思い出してください。13立方メートルですということは人は一日で1,000万個以上の細かい目に見えない粒を吸っていることになります。 そう考えると、先ほどのエアコンのフィルターがですね、もう半年ぐらいであんなになるの容易にわかるわけです。ここで疑問が起きますね。なんでじゃあ僕らの体の中はああならないのか。その1日にいっぱいこんなに吸ってるのに、なんでああいう風にエアコンのフィルターみたいに詰まっちゃわないのかっていう疑問が起きます。そこに今日のあのタイトルにあった毛、ミクロの毛がこう関係してきます。これになります。 これあの鼻から入って、まあ、口からも入ってきてそして喉ですね喉を通って、まあ、気管というそういう管を通って最後、まあ、肺の方に空気が入っていきます。でここには最初のスライドを出した 4, 4番目の毛ですねこういった毛が生えています。でこれ名前が「線毛」という名前です。 でまあ、ちょっと繊毛という字が二個あるの、漢字は二個あるの、ちょっと後ほどお話をします。両方の漢字を使います。で、この毛が、大体、その大きさが、太さが、0.2から0.3マイクロメートルで。長さが、5から10マイクロメートルという、まあ、そういった長さの毛になります。で、これがどれぐらい生えているか、ということなんですが。まあ、びっしりと生えています。 これあのちょうどこの喉から胸に当たるところのまあ、気管という空気の通り道ですねこのところにこうを見た、えー、と写真になります。ちょっと左側ですとまあ、若干こう毛が見えてると思いますが非常に見にくいので右側は特殊な方法を使ってこの線毛というものを緑で光らせています。だいたい全体の中で3割から4割ぐらいこの毛が生えているというふうになっています。 でこれどれぐらい生えているかって言いますと、だいたいですねこの1個のこれだいたいこう束がこれ1個の細胞です。この1個の束がだいたい2,300本というふうに言われています。でそれが1個のまあ細胞が持っている毛の数ですね。でこの細胞どれぐらいかというと1ミリこの1ミリ平方ですね。あの非常にちっちゃなこのこのあのちっちゃい四角の中にだいたい4から5千個ぐらいこういった細胞があるというふうに言われています。 でこれ掛け算しますと大体100万本ですね1平方ミリメートルに100万本なので1平方センチちょうどこの,このサイズにしますと大体1億本ぐらいあるというふうな計算になります。でじゃあ鼻の中の面積どれぐらいかというとさっきその鼻の中結構広いって言いましたこれ結構広いんですよ。平方センチメートルこれ大体 っていうとあの折り紙ですね。折り紙よりちょっと小さいぐらいこんなもんですかね。ちょうどあの CD とか DVD のケースぐらいの大きさが鼻の中にこうズボッと入ってます。でそれから <coughs> 気管ですね。ここのあの喉から肺までつながるこのパイプの部分、気管という管そこから枝分かれした気管支という部分ですが、ここを足すとだいたい中の面積が九十平方センチメートルぐらいになります。 ちょうど足すと250平方センチメートルぐらいです。結果的にまあ250億本以上がこの鼻からこの辺まで生えていると。で実際には肺の中にも生えているんで、多分全部足すと数百億本ぐらいこの毛がまあいっぱい生えているということになります。でこの毛ですが、これですね実は非常にあの古くから使われているその人人だけではなくて あの多くの生物が使っている毛ですで実はこの漢字を2つ書いたのは私が教えている医学部ですね。医学部では人,人に関してはこの「専門」という字を使うんですが生物学ではこっちの専門を使います。ちょっとそれがあの非常にややこしいんですがあの人を対象とする医学部ではこっちの専門でそれ以外の動物を対象すると,とすると ところではこの繊毛を使います。でこれは非常に太古の祖先からずっと使われているそういった毛で、これさっきの写真です。ネズミの器官の中の写真です。でこちらゾウリムシです。あの中学校とか高校で実験で多分見たことがあると思います。池の水を取ってきて顕微鏡の中だと泳ぎます。こう動きます。であれ動いてるのはこのゾウリムシっていうこれ一個で あ、いわゆる単細胞生物なんでこれこれ1匹で、あの細胞1個で1匹というそういう生物です。で、この1匹1個のゾウリムシが泳ぐために、この繊毛を使って動いて泳いでいます。ちょうどあの人,人とかの精子が泳ぐのと同じで、あのゾウリムシはいっぱいの専門を使って泳いでいます。それからここにあるような。これ植物であり、動物であるまあ緑藻類というあのグループの。 あの生き物なんですが、これも2本の繊毛を持っていてこれを使って泳ぎます。で、これはプラナリアという生き物で、これはあの水族館とかにたまに展示されています。大きさがだいたい7。ミリか8ミリぐらいの非常に平ぺったい。あのちっちゃな生き物で目が目が可愛い,いんですが、これもお腹にいっぱいこう毛が生えていて、これを使ってぬるーっとこう泳ぎます。こんな形であのー、実は人の体で使われている。この繊毛というのは？ 非常に多くの生き物で、あの、まあ、自分が泳ぐのに疲れたり。して、しています。で、こういう、まあ、彼らは泳ぐのに使っていますが。当然、僕らの体の中、人間の体の中っていうのは、泳げませんので。これをどう使っているかということ、をこうお話をしたいと思います。で、まあ、ずっと日夜動いてます。これ、今ちょうど動い、動いています。あの、こう、ブラシがわしゃわしゃ動く感じで、こう、動いています。 これ実際にはスローモーションです。今これ10倍ぐらいスローにして映しています。で実際どれぐらいかと,いうとこんな感じですね。こうかなりこう頻繁に動きます。かなり速いです。これが実際のスピードです。でこれどれぐらいかっていうともう一回スローモーションで今度横から見てます。これ今あの10倍スローモーションにしてみてます。でまあ、数えてもいいんですけど大体の数で言いますと。 で、こう1秒間に20往復します。で、1秒間にこう20回ぐらい動きます。非常に速いんですね。あの自分の手をこうやってやると分かりますけど、1, 1秒間に20回って動かないんですね。どう頑張っても1秒間に10回ぐらいで動きません。でもこれ速いとこうあの残像しか見えません。という感じで早く動かすと、こう線帽っていうのは普段残像しか見えないぐらいこう非常に速く動いています。で、これ計算しますと、でて1分間に1200往復です。でちょうどここにタコメーターを持ってきました。 車乗る方だとわかると思いますけど、ちょうどアクセルをじわっと踏んでエンジンがううんって言い出したぐらいのあの動きの速さです。大体それをずっと日夜ですね、ずっと動いています。だから一日で170万回ぐらいずっとこの毛は動いてます。こうやって非常に頑張り屋です。で、そうやって動いて何をしているかということです。泳ぐわけじゃありません。人と人の場合は 動いて物を流します。まあ、先ほどのあの人の体ができるときに左右が決まるときに小さなターンセムこくるくる回ってくるくる回ってそして水流を作ってました。と同じように1秒間20回こうやって動いて水を流します。でこれちょうどそれを見たような図になります。の器官を取ってきてちょっと細工をしてあの顕微鏡でその水の流れを見るっていうそういうことができます。 で実際にそれがどういうことをあの示してるかっていうとこれ運動会でよくやるあの大玉送りですねでこれあの実際多分アンカーの人が最後にゴールする時にこういうふうになりますけどそれまで大体多くの場合はこれですよね。でこれちょうどこういう感じでこの手が専門です。手でこうやって球を送ってるのと同じで実際このさっきの毛たちがその2百何十億と生えている毛がこうやってわ,わさわさ動いてその上に乗ってるものを運んでいきます。 こちらは動いてます。こんな形で今こう。右から左にこう動いてます。で、実際その表面を物がこう流れていってます。ゆっくり流れていきます。まさにこう大玉送りですね。小さなこう粒がいっぱいこう流れていきます。で、こうすることで。ここにあるように。まあ実際は下から上ですね。あの肺が下にありますんでで、左右口が上にあります。下から上に向かってこの毛が。 下から上へこう動いてやって、その表面に乗っているものを、こうずるずるとこう運んでいくと <laughs> だだ。最初に言いました、一日に一千、一千万個入ってきた。ちっちゃな粒ですね、ほこりとか、花粉とか。こういうところにペタッとついて、どんどんついては、上にこうずるっとこう運ばれていくと。これ最後、どうなるかって、これ皆さんよく分かっていると思います。最後。炭です。炭んっていうのは。 いっぱい入ってきた粒をこういうところに捕まえて、それをずるずるずるっと繊毛が運んでって、最後に。喉まで来たところで溜まってる、そういったものです。だから痰が出ないというのは非常にまずいんですね。痰は出て普通なんです。痰は何であるかというと。一日一千万個入ってきた埃を捕まえて、繊毛が一生懸命戻してくれた。その結果が痰です。痰はどんどん出してください。で、今痰が大事って言いました。 だということは当然痰が出なくなったら良くないですそして線毛が止まってしまったら当然痰が詰まりますどうなるかということでちょっとそのそういったネズミがここにいますこの2つのネズミは線毛がちょっと動きが悪いんですねあの止まってはいないんですけど非常に動きが悪いそういったネズミですこれ なこの音は、まあ、あのだい,たいこう咳払いみたいな形でちょっとごぼごぼ言ってると、まあ、そういった音というふうに考えていますで一方右側はあのスズメかなっていう音をするんですスズメみたいな鳴きながらこう鼻をこういじりますキュッとこれはもう明らかにあのこうくしゃみですねしてるということで あの線毛がちゃんと動いてくれないと、その体の中に痰とかまあ鼻なら鼻水が詰まってしまうのでこう、咳くしゃみがいっぱい出るというふうなことが、まあ人間と同じことがネズミでも起こります。当然人間でも起こるわけです。で実際に今のその咳やくしゃみをしているネズミの鼻の中ですね。これ鼻の断面です。を見てやると、これ普通いわゆる正常なあのちゃんと線毛が動いて 特にごほごほクシュンクシュン行ってないネズミの鼻の中です。見てやると、全部真っ白ですね。ここが全部鼻の中の空洞です。何も入っていません。それに対して右側さっきのごほごほクシュンクシュン行ってるネズミを見てやると、こういったところですね。何かこう、しかも見るからにこう熱湯っ,ってこう熱取りした何かを詰まってます。これはまさに 鼻水という専門家的には微重と言いますけれども鼻の中に溜まっているし若干これあのみかかっていますですのでいわゆる蓄膿症ですねになっています。ということで洗毛がちゃんと動いてくれないと蓄膿、まあ、症に、まあ、こうなりますし当然その時に外からよくない、まあ、あの細菌ですねあのバクテリアが入ってくると まあ、気管支援とかかそれから肺炎になりやすい,というでこれは実際人でも専門がちゃんと動かないから非常に動きが悪い人っていうのはやはりこの常に蓄膿症になっているしそれからやっぱ肺炎気管支炎に非常になりやすい常にこうあのそういう病気になりやすいっていうリスクが非常に高くなります。さてじゃ最後の数枚でちょっとまあ自分たちの健康について考えてみたいと思います。 先ほど線毛というのが1秒間に大体こう20回ぐらい動いてるって言いましたで私たち人間ですね人っていうのは体温が37度です37度まあ弱ぐらいですね <laughs> それでちゃんと動けるように作られてますでも冬って寒いですね寒いけどちゃんと生きてますですが鼻の中とかって当然寒い空気をすると温度が下がります どうなるかっていうのがこのこの実験ですで。37の時っていうのは見てもらうと、例えばこの黒い方ですね。だいたいどれぐらい動くかというと、ちゃんと先ほど言ったように20回往復2010から20往復ぐらいをちゃんとしていますこのあたりで,で。その繊毛が押して流している流れっていうのもだいたい 1, 1, 1分間に2ミリぐらい動きます。結構早いです。ちゃんと動いてます。10分に2センチなんでけ結構よく動いてます。 で、これが例えば冬になって冷たい空気を鼻の中でスーッと吸うとか、あるいは口で大きく冷たい空気を吸うと当然、その時に鼻の中の表面とか喉の中の表面が冷えます。冷えて温度が下がります。1 0度ぐらいまで下がると、こんな形で動きはかなり鈍くなりますね。だいたい6割減ぐらいでしょうか。そして、もう流れに関してはもう8割減ぐらいってことでかなりもう落ちてしまいます。 つまりさっきのネズミはあれはもと,もとあの遺伝子に問題があってあの生まれつきああいうふうに繊毛がおかしいっていうネズミなんですが普通に暮らしてる正常な人健康な人でも温度が下がると繊毛の機能が悪くなります非常に良くないですねそれからもう一つこれあのノリですあの液体ノリですねでこれあのピューと出すと最初結構 あのサラサラとは言わないですすがそんなに固くなにくいですねでねもだんだん乾いてくるとネバネバしてきて最後カチカチになっちゃいますでそれはこれもおそらく皆さんも普段の生活で鼻の中とかっていう中見ると分かりますね冬結構中鼻の中がカリカリしてますか乾くとネバネバカリカリになるんですでその時に線毛がどうなるかっていうのをちょっと見てみたいと思います これですね、えー、っとちょっと今これ動きません <laughs> あの動画が、えー、っと動きませんがあのまあどういうふうなことになるかというと非常にまあ簡単でまあ当然なことですがまあサラサラですとまあ非常にこう速く動きます。でこれがドロドロな方にしてやると動きが非常に鈍くなるということになります。 とととと、いうことであの2つまとめまめすと、まあ、特に冬ですね。冬は空気が乾燥していて温度も低いので、まあ、これからの時期はあの夏なのでそこまで影響はありませんけどまた秋が来て冬になる時きというのはあの温度が下がって乾燥するということでこの繊毛機能が落ちやすいと当然それを維持するには保温それから保湿がまあ大事ですよということがここからよく分かります。 最後おまけになりますが、あのまあ私医学部で教えてますので、あのやはり健康と自分のこの授業をいつも絡めてお話をします。でタバコですね。タバコどうなんでしょうかっていうこういう研究があります。吸わない人っていうのはちっとずっと繊毛ちゃんと動いています。吸う人っていうのはこう半年以上吸ってると繊毛の動きが非常に悪くなるそうです。 この辺もやはりその先ほどのネズミと同じでもうこうなっている状態だと専門普通もともとは健康でもタバコによってその専門が動きが悪くなっている。となるとやはりさっ,さっきのネズミと同じように鼻水が出にくい痰が出にくいっていうようなことが起きうるということでやはりまあ大変危険ですということをちょっと最後に触れておきたいと思います。ではまとめになります。 今日見ていただいたもの全部で4つか5つになりますけどもあの私たち、ね、人の体の中にはいろんなさまざまなミクロの毛があるということが今日分かったと思います。それからその中にはその体の中の面積をですね大きくする非常に効率よくするそう,いうそういうものもあるしそれからあの耳だとまあ振動を感知するといったようなものがこうあります。そして 動くもんですね動くその弁毛とか専毛といったものはこのまさに命の誕生それからできた後のその命がその体がちゃんと左右が決まるといったその形作りに重要であるということが今日分かりました。そして最後にこの動く専毛というものはそもそもです、ね、私たちの,その体の一番の防御防衛システムの一つになっているということがこう分かりました。ということで あのまあ、ちょうど、えー、と1時間弱50分今日の授業でしたけども実はもっと本当はあの体の中にいいっぱいありますあの今日紹介しきれなかったミクロの毛も他にもいっぱいあります。で今日この授業を聞いてそのミクロの毛というものに興味を持ってくれた人は是非インターネットとかそれから本を見てですねあの探してみてください。で結構あの意外なとこにありますあ。ここにもそんな毛があったのか でそこは今日私の授業ではなくてあの皆さんが自分で調べていただくのが一番いいかなと思います。以上になります